大江戸八百夜町和装備情報局。素敵なことがきっと起きる。新しいあなたにドリームカムトゥー。さあ着物で広がる夢、心躍る。はい、第47回大江戸八百夜町和装備情報局のお時間がやってまいりました。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日ご一緒にさせていただく秩父さくらと、うん、藤原理香子です。よろしくお願いします。本日は座談会我が身だよ売り込みタイム始まります。今日は人数がとても少なくて寂しい感じなんですが、じっくり味わえるようにしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、まず恒例の自己紹介を始めさせていただきたいと思います。はい、今日のトップバッターは自分ゆい我が身学会の会長で就任されました藤野典子さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。皆様こんばんは、よろしくお願いいたします。大江戸和神学会一応に1年間させていただきました。頑張ります。今日のいでたちはちょっと遊んでみました。名船です。ちょっとこの赤いちょっとおかしいんですけど、こんな感じで、濡れてもいいように猫ちゃんの帯で、はい、遊んでみました。はい、じゃあ次の方、事務所にお願いします。はい、来ました。皆様こんばんは。今日の私の着物はアンティークですね。いかがでしょうか。そして帯は結城紬の帯を締めてまいりました。とてもね、このウエストあたりが暖かいかなって感じです。私は事務局長の林芳恵と申します。ちょっと振り返ってみます。はい、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、次です。はい、ここね、空にできないのでよろしくお願いします。よろしく、イエーイ。こんばんは、ふみこと申します。まだ新米なので何言っていいかわからないんですが、日本髪とです着物をこよなく愛している一人です。今日は休むのですが、お乳です。周りは食べてみてください。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、平野智子と申します。よろしくお願いします。今日の入れたちは雨の日でしたので、東レの反物から、あつらえましたあらゆる置物、訪問着と、あと名古屋帯ですね。インドサラサになります。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ヤング副部長の橋本優子です。今回収録は初めての参加なのですごく緊張してます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます今日の入れたちなんですけれども、やはり雨が降っているので濡れてもいいような、あと弾きそうな生地というので大島紬着てきました。はい、着物って結構高いと思われるんですけども、それは探しようでいくらでも安く手に入ることができますので、皆さんも着物生活、雨の日も楽しんでいただきたいなと思います。はい、帯は母親が作ってくれた二分式の帯です。お正月とかにもつけられそうな可愛いデザインの帯を今日はつけてきました。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんばんは。今日で3回目なんですけども、どうぞよろしくお願いいたします。今日は私も先ほどと一緒で、雨でも濡れてもいいように洗える着物を着てきました。どうですか。かわいい。今日も桜です。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、
こんにちは、藤原理香子と申します。今日は昼間の我が身の集まりで雨が降っていてとても暗い感じだったので、明るめの、ちょっと年齢的には派手なんですけど、明るめの着物にしまして、帯もすべて全身今日はザブンと洗います。で、この帯はリップスティックです。口紅が書いてあります。はい、ちょっとあの昔風と現代風で合わせました。自己紹介はこれで終わりますので、皆さんお席の方へお願いします。はい、始まりました。ここで、本日のスポンサーの紹介をさせていただきたいと思います。株式会社 PR 現代様、和の生活マガジン花咲く様、山ちゃんの着物相談会様、和装備様、はい、そして他にもたくさん、協賛がいらっしゃいます。はい、わーすごい。はい、はい、株式会社結婚しましょう、株式会社メリーポピンズ様、ビジンク様、みやこ企画様、和のイベ、和装備様、自分ゆい、大江戸和紙学会、和紙研究会、シャイニング、輝く女性づくりの会、浅草のスカイツリーが見えるカフェで英会話、日本の伝統文化を英語で伝えましょう様から協賛をいただいております。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。そして、私たちは和と和を重んじる心ですね、日本伝統文化を着物と和髪を通して未来につなぐ活動を主にテレビを通して世界に広げてまいります。楽しい情報を定格に守りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、続きましては番組、はい、はい、早速ですが、はい、番組の、CM ビデオですね、 PR 現代さんのからの、CM が入ります。はい、はい、CM タイム。日本がもっと好きになる月刊情報誌和の生活マガジン花咲く、春夏秋冬四季折々の和の魅力をたっぷり満載、着物、和食、アート、催し物などなど、日本の伝統文化を切り口にとっておきの情報と旬の話題をお届けしています。着物をもっと楽しみたいあなた、日本文化をもっと知りたいあなた、花咲くはそんなあなたにおすすめの雑誌です。月刊情報誌和の生活マガジン花咲く、ご購読をご希望の方は全国の有名呉服屋さん、または花咲くのホームページからどうぞ。どうも戻ります。それでは、今日は人数がとっても少ないので、はい、好きなことを喋っていいよなんて言われちゃってるんで、好きなこと、まあ、やっぱり4人も集まって和髪で着物だと、まあ、どうしても和髪の話と着物の話と、まあ、女子会なので食べ物の話、それから、まあ、イベントの話になっていくとは思いますが、はい、今日は雨だったので、皆さんとっても着れる着物が限られたと思います。そうですね、はい、それでも、はい、このように、はい、これは洗える着物です。トーレシルクのお家でザブザブと洗える着物ですね。ただこのポリエステの着物はとても雨の日とかは助かるんですけれども、ちょっと着付けがシルクの時と勝手が違って、そうなんですね、なかなか最初は慣れないんですよね。着付けがあるといいなと思ってるんですけど、いかがですか。上手に着付けさ、なされてますね。ありがとうございます。でも学べる機会があったら学んでみたいと思います。なんか優子さんが、はい、もうなんかもうやらせ感が満載なんですけどもテレビですか。実はですね、はい、11月28日の土曜日に、はい、知り合いの
方が日暮里でアトリエを構えていまして、そのアトリエで着付け教室をちょっと開こうかなと思って今宣伝をしているんですね。であの着付けっていうとこう人に着せてあげるの方だと思うんですけど、今回は自分で自分の着物を着られるようにというので、あの多分普通でしたら簡単な、ね、文庫から入るかなと思うんですけども、お正月にやはり着物を皆さんに着ていただきたいというので、頑張ってお太鼓からスタートしようと思ってます。はい、素敵ですね。ポリも確かに着るのって難しいんですけど、でもそれって普通、はい、普段の歩き方とかそういったものによって着崩れ具合って変わったりするじゃないですか。そうですね。できれば着物に合った歩き方とか、なるべく着崩れしないようなものとかもお伝えできたらなっていう。ぜひぜひ、ね、ぜひご教示いただきたい。はい、はい、ぜひいつも着物をかっこよく着たいという方にぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますし、あとこの前すいません私ばっか話してて申し訳ないんですけど、どうぞ。10月31日って皆さんハロウィン楽しんだかもしれないんですけども、はい、私あの日ちょっとハロウィンとは全く関係なく、渋谷に用があって、で着物で行っていたんですね、はい、そしたらわー着物のコスプレだって言われたんですよ。でも思ったのが着物はコスプレじゃないっていう気持ちが。そうですね。どんな着物を着てたんですか。うん、ちょっとスパイダーマンみたいな柄。あ、ちょっと、ああそれは着物に入りませんから、ね、ええー、なんて言ったらいいんですかね、こうみかんのネットがこう全体的に張り巡らされてるような、紫にちょっと赤の、うん、糸で編まれたんですね、それにオレンジの帯で行ったんですけど、うん、はい、ちょっと色合いは確かにハロウィンっぽかったんですが、着物です。そうですね、着物なので私としては着物はコスプレではないので、まあ、普段着でしたからね昔の時代は、はい、そうですね、普段着で着ていただく方が増えてほしいなと思っています。そうですね、正月本当増えてほしいですよね。そうですよね、本当に着てくれる方が増えたら、ね、そうですね、正月も華やかになりますしね、本当それは思いますよ ね。そうですね、ぜひぜひ頑張ってください、はい、わかりました、はい、ちょっと反響が良ければ曜日とか回数も増やしますので、お、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。素晴らしい、で、そうですよね、でもやっぱり、ね、着物を着ると一回覚えるとすごい、もう何回でも着れるからすごい得ですよね。そうです ね、絶対に、和楽器もそうですし、はい、一度覚えると、うん、はい、ね、ずっとこう永遠に続けれるから、そうです ね、 いいですね。お友達とかご家族とか、うん、お嬢様とか、うん、ね、ですよね、はい、着物で和髪で街を歩いてると、うん、知らないおばあ様が目をうるうるさせながら、うん、もうはーって近づいて来られることが何度かあります。うん、やはり、はい、皆さん洋服なんですけれども、うん、お話しするとお家にいっぱいあるのよねって、はい、昔よく来たのよねっておっしゃるので、あ、まあ、とっても、うん、はい、そういう方も着れる方も着ていただきたいですし、あの着たいなって思ってる方もこういうチャンスを見つけてぜひ着ていただきたいなっていう気持ちで、はい、みんなで活動してます。はい、そうですね。今日もあの銀座前にすごく雨降ってたので人は少なかったんですけど、それでももう帰れない、その場からされないぐらい、うん、ラブコールを受けまして、写真を、はい、でもやっぱり私たちが海外に旅行に行った時に、民族衣装を着た団体が、とても髪の毛すべてもう頭の先から爪の先まで民族風な方がいたら、やっぱり写真一緒に撮りたいなっていう素直な気持ち、あとそれが思い出に残る写真になると思いますし、まあ、自分が行ったらそういう風にしてもらいたいなっていう気持ちで、うん、あ、もうずっとどうぞどうぞってなかなか終われずに、はい、はい、そうですね、ありがたいことに雨の中、ね、何枚もお写真をご一緒に撮らせていただきましたよね。はい、先週、うん、月曜から夜更かし、放送されました。そうされました。ね、お声をいただいて、あれを見て来てくれた方も、うん、はい、いらっしゃいましたね、感激しましたね、本当に、もう毎月第2土曜日の、はい、
もう、あの昼後の時間は私たちがあそこにいるって分かってる方は会いに来てくれます、はい、そうですね、大体、第2土曜日の午後3時頃ですよね、はい、に歌舞伎座前、3時半頃に和光の銀座前、あ、銀座の和光前で写真撮影会をしてありますので、よろしければお出ましください。お出ましください。一緒に写真が撮れます。はい、はい、こんなに美しい方と一緒にお写真を撮れますので、よろしければぜひ。もちろん無料です。また海外で撮りますもんね、チップ。本当に。私、オバイバスも多分海外とかニューヨークだと、はい、うん、女が自由の女神か格好した人とかいて、こう写真撮ろうとくるんですよ、その後撮るとでやってくるんですよ、そう、ねうん、ですけど、なんかいや日本人って優しいなって本当にそうですよね思いますもん、思います、うん、チップ撮りませんからね、撮れないですね、習慣が全くないので、全くないです、うん、もうおもてなしの気持ちでどうぞどうぞですよ ね、そうですよね、はい、でもニコニコしながらありがとうって言ってくれるのを見れば、うんうん、いらないですよね、はい、うん、そうですね、確かに確かに、はいちょっと新しいお客様がお見えになりました。嬉しいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、そんな感じです、はい、はい、うん、まあ私たちは毎月番組に出させていただいて、うん、これからどういう風にしていこうかって、まあ、いろいろ話し合ってるんですけど、髪の毛のあの人形がやっぱり我が身持ってます、その髪の毛の人形を使って、例えばあの見たいわっていう方がいらっしゃったら、ぜひYouTube の方でも、こちらの C-WAVE の方、北千住の方でもコメントくだされば、ここでライブでやろうかなとも思ってます。いいですね、いいですね、日本髪がどういう構造になってるのか、もちろん自分で言うものなので、こう自分でやればいいんですけど、やっぱりこうなかなか見えにくいので、ここでお人形を置いて、皆さんが見れるようにやってみたいなとも話し合ってます。はい、それ以外でも着物のこと、我が身のこと、いろんなこと、あと私たちに関する質問、あとは番組に関する意見や、こういうのやってほしいなみたいなのがあれば、ぜひ一緒にいろんな意見聞いてやっていきたいと思いますので、ご意見の方お待ちしております。はい、ぜひぜひお願いします。はい、毎月あそこに銀座にいるので、うん、やっぱりテレビ局とかいろんな情報局からも、うん、声がをいただいて嬉しいことに、うん、はい、そういうこともあるので、はい、これから北千住シーウェーブをどんどん売り出して、はい、私たちも売り出して、はい、で例えばこれをご覧になっている方が、自分の会社も自分のやってることも私たちに宣伝してほしいって方は、私たちは我が身で宣伝いたします。 お声をかけください。はい、すごいすごい、素晴らしいですね、うん、素晴らしいですね、なんかこれからの活動が本当楽しみですね、うん、そうですね、髪を通して、うん、はい、次回はもうぜひやりましょう、我が身、はい、講座、こちらで、我が身講座、そうですね、持ってきちゃいます、持ってきちゃいますか、ね、あるといいなっていうお話も出てたんですよね、我が身をご自宅で自分で練習される方から、どうやって言ってるんだろう、動画があるかなって探したりする方もいらっしゃるので、そしたらね、NHK のね、朝ドラも流行ってますし、あ、そうですよね、あと今日来た初めてのお客様も、うん、はあ、本当に自分でできるのねっておっしゃってたじゃないですか、はい、そうですよね、うん、私もやっぱ最初思いましたね、自分でできるんだっていうのが本当に感激して、はい、その後も自分でちょこちょこ言って、金沢とか長野とか行って散歩してますね、素晴らしいですね、確かに我が身とかこう、うん、こう言うって言ったら美容師さん、はい、で行って
やるものだってすごい思ってたので、私もそうですね、まさか自分でできるとは、うん、思わず着物も私は最初は着せてもらうものだと思ってたので、うん、あ、そうなんだ、ね、はい、子供の時からずっと、うん、なので自分で着れるんだって、うん、何でも自分でできるんだって思えば、うん、できないことはないなと、うん、そうできないことはない自分でですかね、自分ゆい、そうですね、確かに確かに確かに、なんかこう自分のファッションの幅を広げるっていう意味でも楽しめそうですよね。こうやらなきゃいけないっていうのもあるかもしれないんですが、そこからさらに自分風にちょっとカスタマイズして楽しんでやっていくような、いいと思います。だって和風の髪型なのに、うん、はい、今日後ろあのコサージュがついてるんですよ。可愛いと思いません？可愛い、すごいですね。これも自分流の和髪の楽しみ方だと思います。そうです、確かに確かに、はい、なんかこの集まりって皆さんがいろんなこう個性がすごい出るので勉強になりますよね、うん、そうですね、そんなやり方あるんですかとか本当思いますもん。帯の結び方もそうですけど、あ、そうです、ね、どこで買ったんですかそれとか、あ、思いますよ、ありますね、本当に思いますね。先ほど吉井さんが着ていらしたアンティークの置物も本当に素敵でしたよね。素敵ですね、うん、こういうそう、こういうのどこで買ったのとか、ね、そうですよね、こういう話もできるので、女性はいいものが好きですから、うん、いいものを安く手に入れるなら、うん、もうどこにでも行きますし、本当にそうですよね。もう実際に手に取ってみてもいいですし、ネットでも、うん、まあ、売ってるものは売ってますからね、うん、そう、着物は高くないんですよね、うん、そうなんで す, そうですよ、ね、高いでしょう、時間かかるでしょうが、うん、そうじゃなくなるので、うん、はい、それで我が身ができたらもう最強です、うん、そうです、そんなに敷居は高くないので一度お試しいただければなと思います。そうですよね、うん、確かに、はい、きっかけになんか、ね、皆さんが着物を着ていただいたら嬉しいですよね、うん、嬉しいですよ ね、日本が明るくなりそう、明るくなります。でも着物を着てるといろんな決まりがあるでしょうとか、周りでいろいろ言われるでしょうって、誰に聞けばいいか、うん、この手帳、皆さん、うん、来年の手帳はもう買いましたか？うん、手帳はすごいんですよ。それは何ですか？ですね、はい、着物手帳っていう、もうバッチリその名前の通り、2016年着物手帳です、はいはい、着物ライフが豊かになるコンテンツ、たくさん詰まってます。色の名前や、あの、いつ何を着ればいいか、コーディネートですね。もちろん手帳なのですごく便利になってるんですけど、はい、はい、いつ何着たかとかメモれるんですよね。そうなんです、そうなんです、いつ着たのかと被らないようにとか、うん、せとか、そうですね、便利ですよね、はい、あと着物を仕立てる時のアドバイスとか、自分の採寸をかけたりとか、もう日々着物を着る人にとっては最高の手帳です。そうですね、こちらの手帳はどちらで買えるんですか？お願いします。はい、こちらの方でそうですね、あの、こちらの手帳の購入方法と内容については、あの、ネット上の花咲くオンラインでググっていただければヒットします。花咲くさん、はい、花咲くさんです。はい、はい、こちらで購入いただけますのでよろしくお願いします。はい、いや、絶対欲しいです。私も花咲くさん、はい、連絡します。はい、よろしくお願いします。絶対欲しいです。はい、雑誌もすごく素敵ですよね、これ。そうですね、読みやすい厚さです。とっても、うん、あの、うん、薄くもなく厚くもなく、うん、持ち歩きもしやすく、あと着物が好きな人が、はい、あ、面白いなって思いながら読めるような内容、うん、そうですね、本当に、すごいお勉強にもなりますよね、うん、そうですね、おさ、あの、着方とかも、お作法とかも、はい、お作法も書いてますよね、なってますね、あの、まあ、健康食ですが、こういうお料理も載っておりますので、レシピにお役立ていただければと思います。いろいろと美味しそう、ね、あ、今かぼちゃですか、今の。そうですね、かぼちゃですね、かぼちゃコロッケ、皆さん、この間、はい、ね、かぼちゃだったので、うん、そうですね、今の時期は ね、コロッケ、かぼちゃの時期ですね、ですね、コロッケがお好きなんですか？何でも秋は美味しいものがね、たくさんありますね、本当ですよね、盛りだくさんですよね、気をつ
つけてないと、うん、本当に蓄えが多くなっていっちゃうから。そうですか、意外です、細いのに。もう着物着てると隠れるんですよ、そういったものが。いろいろといろいろと隠れちゃいますね。そういえば隠れます、隠すためにね、まっすぐにするために。そうです、そうです。はい、まっすぐにするために寸胴だ。そうですよね。でも私着物着始めたきっかけってやっぱコンプレックスを隠すためっていうのがありましたからね。そうだったんですか。あの、私背がちょっとやっぱ低めなんで154とかで、今って女の子の平均身長結構高めじゃないですか。で、雑誌とか見てもモデルさんって160センチとかも背が高い人ばっかりで、同じように着ても彼女たちみたいにはなれないですよね。で、じゃあ小柄な自分が入るのって何かあるかなと思ったら、着物とかなら、本当に年代物だと小柄な日本人ばっかりだったから着られる幅が多いっていうので、それで着物に興味持ったっていうのはありますね。そうだったんですね。自分に似合うものは何かあるかなっていうので始めたっていうのがきっかけ、ね、あ、そうですか、素晴らしいですね。本当に、そしてとても素敵な着こなしで和装美人ですし、いや本当先生もしていらっしゃるし素晴らしいなと思います。先生はこれからデビューですからね。これからどんな先生だるかは。月1回着物カフェみたいなのに、はい、いらっしゃるんですよね。あ、すごいよく知ってますね。あの、表参道で着物バーっていう、ちょっとバーじゃないようなお店なんですけども、はい、チャイニーズレストランをちょっと貸し切って、着物が好きな方とか、あの、日本文化好きな方を集めて、着物を着て行ける場所を提供しようっていうので、着物バーっていうのをやっています。で、それは、あの、和コードって和ゴムっていう和に、はい、CORD ですね、コードあやってます、はい、CORD ですね、着物コード、そう、うん、和コードです、うん、そうですね、OK です。はい、と検索していただけると、うん、いつ開催されるか場所とかも出てきますので、ぜひ、ゆうこさんにも会える。はい、はい、私もおります。はい、あのゲストが毎回来るんですよ。あの、琴を演奏される方とか、三味線の方とか、本当に一部の方とか、はい、毎月そういったゲストの方呼んで、なかなか普段、接することができないような文化に触れるきっかけを、にしてほしいなっていうので、そうなんですね。来られる方は日本人の他にも海外の方も多いですか？そうですね、日本人以外の人も最近はちらほらと来るようになってきましたね。そうなんですね。やっぱり海外から来た人を、あの、紹介したいとか、そういったところに行ってみたいっていうので、そうですよね。着物着て来て来てくれ、来て来てくれたりとかも、ありますね。あ、そうですよね。嬉しいですよね。嬉しいですよね。はい、我々もね、はい、あの、我が身のメンバーで今お一人ピラ、フランスのパリに行ってね、あの、着物と我が身を現地の方に広めてる活動をしてらっしゃる方もいらっしゃいますしね。 そして日本においでいただいた方にはそういう着物バーですよね。で、あの、楽しんでいただくっていうのもいいですよね。はい、ゆうこさんも英語でこうご案内とかは？英語でご案内はですね、今大変勉強中ですね。絶賛勉強中です。絶賛勉強中で。はい。はい、そうなんですよ。あの、今度、オリンピックが近いので、国も結構英会話に支援してるんですよ。知ってますか、皆さん？そう、力を入れてますよね。そうなんですよ。はい。なんだけど、正式名称がちょっと怪しいんですけど、外国人おもてなし、なんちゃらっていうのがあって、はい、その海外の人たちが道迷ってる時にサポートできるように、はい、ちょっと日本の人たちを教育しようっていう無料のプログラムがあるんですね。それ無料なんですか？そうなんですよ。私もそれ偶然ラジオで知ってやったんですけど、はい、夏にあったんですよ、一回。応募したんですけど抽選から外れちゃって、今回またチャンスがあったので応募したら、はい、今月のやつ当選して、来週の18かな、18あたりから行くんですけど、はい、3回、3日間、そうなんですね。そこでこう英会話を道師教えてもらえるっていう、そういった国の支援が実は今あったりするので、やっぱり興味持ってくれるじゃないですか、皆さん、特に海外の方が、はい、その時にね、
少しでもいい情報を多く、そうですね、書いてほしいなっていうのがあるので、そうですね、日本に来たからには良さを ねできればご案内したいですし、知っていただきたいですね。でも今の優子さんの情報とても食いついてしまったのですがぜひぜひ、エントリーしたいです、ね、多分また応募とかすると思う、あ、応募の募集期間あると思うので、はい、そういったので、はい、じゃあ調べてみます。そうですね、ぜひぜひ。向こうの人タビとか忍者シューズって言うんですよね。ああ、忍者シューズ、忍者シューズって言うんですか。タビって地下タビって言うんですか。お祭りの時とか履くやつあるじゃないですか、はい、あれないのって言われて、あの忍者シューズだよって言われて、多分あの漫画のナルトでしょうね。そこからそうですね、アニメのやつですよね。そうですそうです、何忍者シューズって思ったんですけど、そもそもそのお祭り専門店じゃないので、うん、あっても海外の人足大きいじゃないですか、はい、だから申し訳ないけどサイズがないって言ってちょっとその時は買えなかったんですよね、はい、そうでしたか、うん、まあ、そういった言い方でこうみんな知ってるんだなって思う、うん、そうですね、じゃあ需要があるということで、じゃあ海外の方のサイズ感のも、ね、そうですよね、揃えたいですね。海外の方も気楽に着れるように、なんか海外さん用とかできたらいいですよね、うん、そうですね、そうですよね、はい、ぜひそこで、ね、着付けの仕方とかも学んでいただけたら、はい、そうですよね、骨董市行くと今海外の人すごく多くないですか。あ、多いです。あの、私よく有楽町の骨董市行くんですけれども、はい、あそこ行くとも海外の人ばっかりで、あ、そうなんですね。羽織とかはジャケットにして着るらしいんですよ、そう、かっこいいんですよね。あ、かっこいい。洋風のものに和風を組み合わせて、うんうん、そうなんね、日本人にはない発想で着るのが、そうなんですよね、なんかそれやっぱりジャパニーズのものが好きで着てくれてる、その愛情が伝わるっていうのもありますし、どうしてもこれが着たいと思って着てくれてるのが分かるんで、はい、あの、かっこいいなって。そうですよね、なんかこう型にとらわれない自由な、うん、そういったのって本当こっちが反対に勉強になりますよね。そうですね、そういった合わせ方あるんだって本当に思います。もう確かに思いますね、はい、斬新で刺激になりますね、刺激に、はい、ああいう着こなしがあるんだなと、ね、そうですよね、はい、うん、すごい勉強になりますね、勉強になりますね、うん、友達が去年あの着物に女優帽をかぶってたんですよ、でそれがすごくかっこよくって、そうですそうです、髪はアップしないですよね、垂らしたまんま、シルカ女優帽をかぶっていて、はい、かっこいいなと思って私も赤い女優帽を買ったんですよ、はい、ちょっとまだやっぱりこう流暢がいや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 、ね、いやいや、そう、今の時期じゃないと女優帽かぶれないので、はい、この時期で動かすと、はい、来年までお蔵入りですから、はい、ちょっと勇気を出してどこかのタイミングで、ぜひクリスマスで、着物を水女優帽、はい、じゃあ来月のここで、来月ですか、来月のここでクリスマスを意識して、クリスマスを意識してヒイラギをつけて、あ、なるほど、赤い帽子だから、赤い帽子だから素敵だと思います。ヒイラギどっかから積んでこないとですね、そうですね、もうすぐ本当クリスマスですよね、本当クリスマスです、来月、早いですよね、早いですね、1年、クリスマスパーティーに、クリスマスパーティー、そうですね、うん、クリスマスパーティーと年末合わせて寿司食べに行こうかって言っていて、うん、いいですね、そこに来ていこうかなってちょっと今思いましたね、もうなんかクリスマスなんだかこう和風なんだかよくわかんないですよね、クリスマスに寿司を食べに行くっていう、単純にお寿司がみんな食べたいらしいので、はい、寿司ほ、寿司食べ放題に行こうっていう、あ、いいですね、いいですね、私も大好きです、ね、美味しいところあったら教えてください。わかりました、リーズナブルなところじゃないとね、はい、ぜひぜひ、はい、ちょっとどうに探してきます、あ、お願いします、皆さんね、クリスマス何か予定とかも、はい、予定もありますね、実はこの後もちょっとお話ししようかなと思ってたんですが、はい、来月、うん、そうですね、12月の20日に、はい、千代田区の神田で、東京着物6名館クラブのクリスマスパーティーがあります、うん、はい、
もう皆さん男性は、まあ、アンティークのスーツですとか置物、女性もアンティークの置物ですとか、あとドレスを着て、ですね、年内最後に夢の、あの6名館で大きくこうパーティーで盛り上がって、みんなで楽しい時間を共有しようという趣旨のもとに、はい、楽しそう、はい、はい、はい、学士会館です。はい、そうです、千代田区神田にありますので、はい、ご興味のある方はぜひググっていただければ、はい、と思います。はい、その大体皆さん何年代をイメージして、その集まりには参加されるんですか？そうですね、大正昭和の着物を着て、はい、当時の、はい、すごいですね、おばあ様とかその代の、素晴らしいですよ、蘇ります、ね、ですよね。そうですね、はい、素敵です。じゃあそろそろ、そうですね、はい、じゃあ続きまして、モンブラン、音楽タイム、はい、はい、行きますね、はい、はい、この後音楽が流れます。はい、じゃあ曲はワンダーラブです。はい、ではどうぞ、どうぞ。I'm not afraid to die.
さじゃもう足りないわ。いい曲でしたね。ギャラリーも盛り上がってました、はい、なんとこのモンブランさん、うん、一太郎さん、先月の一太郎さんとモンブランさんが一緒にライブ出演をする江戸しぐさですね、一戸みやこさんのなさっているやってみよう江戸しぐさの講演会、はい、まあ、お食事お飲み物付きで、こちらは神田で、こちらは神田で、さっきのちょっと神田じゃなかったんですけど、さっき後でまた訂正します、はい、こちらは神田で12月の15日にあります、はい、ポリッシュミーティングです。江戸しぐさって、江戸しぐさ聞いたことあるんですけど、なんか思い浮かぶのって、まあ、傘をこうかしげるのとか有名なところですよね、雨の日、はい、電車の時とか、うん、ちょっとの隙間でみんながちょっとずつ詰めれば座れる時に、うん、拳一つ分詰めるのとかが江戸しぐさで、うん、あったみたく聞いたことが、そうですね、うん、息ですねそれ ね、うん、でもそれぐらいだからちゃんと学んでみたいなっていうのありますよね、うん、ぜひあります。12月15日、はい、18時15分19時からスタートです。あ、はい、はい、モンブランさんの曲も、うん、先月の一太郎さんの曲もライブなので聴けます、うん、生演奏聴けます。あ、素晴らしい。で、神田の訂正です。先ほどの、はい、あの神田の件なんですが、お詫びして訂正お知らせ申し上げます。東京着物六名館クラブクリスマスは、千代田区神田ではございません、神保町の方で行われますので、12月20日17時から20時まで学士会館で開かれます。16時から受付、17時に開演となります。ご興味のある方はぜひぜひよろしくお願いします。私昔学士会館でアルバイトしてたんですけど、あ、そうなんですね。あの、とっても歴史的な建物で、あの本当に建物全体があの歴史的、はい、あんなあのオフィス街の神保町の中にポッてあるんですけど、入るともう世界がちょっとタイムスリップしちゃったような、へー、なので多分そんなにあのどんな格好で行ってもタイムスリップできるような、本当ですか、参加しやすいと思います。テルマロマイですねそれ、はい、そうですね、タイムスリップ、うん、あと、告知タイムにさせていただきます、しばらく、はい、はい、山ちゃんの着物相談会、山ちゃんの着物相談会、はい、こちらを、CM で、後ほど、ではお願いします、うん、CM タイム山ちゃんの着物相談会、はい、CM スタート
はい、終わりました。ですね、また告知タイム続きます。私たちのこの髪型、和髪ですね、日本髪、あの和髪を、11月の28日特別講座がございます。私たちは東京銀座でしてるんですけれども、あの遠くて行けないわって方、つくばにお住まいの方、もし近い方いらっしゃいましたら、つくばでなんと林芳恵さん、私たちの大先輩である美しい林芳恵さんが講師、はい、はい、会えます、かつらではなく自分の髪で言うので、お顔に合った調整ができます。そうです、しかも、慣れればたったの20分でできます。着物姿を粋に着る和髪体験をぜひ、つくばですね、飯安つくば3階、はい、飯安つくば3階ですね、こちらで11月の28日の土曜日、お時間は1時から、はい、15時半までですね、はい、ぜひ筆記用具だけお持ちになっていただければ受講できます。すごい面白そうですね、はい、じゃあつくばにも和髪が、和髪が広まってまいります。はい、本当に楽しみですね。つくばの方にもどんどんこう和髪に、はい、慣れ親しんでいただいて、はい、だんだん全国展開になっていくかもしれません。そうね、しましょう、しましょう、やりましょう。はい、で、はい、そろそろ、はい、どうしようかな。改めて告知は、はい、じゃあ、あの今度ある日に、お日にちとかをもう一回おさらいしましょうか、はい、せっかくですからね、はい、はい、私が行う着付け教室は11月ですね、11月28日土曜日の午後1時から3時まで、日暮里のプオイさんというアトリエで行います。はい、プオイさん、スペルがPUOI ですね。これイタリア語なんですって。プオイって、あのイタリア語らしくて、やればできるみたいな、そういった言葉の意味らしいんですね。はい、いい言葉ですね。あのそこはアトリエ、場所を貸していて、和裁とか何かやりたかったらそこに行って、道具とかいろいろ揃ってるので、自分でやってみようとか、はい、小物とかも作ってみようっていうの。だから、そうなんですよ。だから、あの私たちの仲間も実はもう行ってくれてる人がいて、着物としては着ないで、ちょっとコートに直したいって言って、あ作り直してくれたりとか、はい、でみんな使ったりしているので、よろしければ日本のプオイで着付け教室、私もやっていますので、はい、遊びに来てください。はい、ぜひ遊びに行きます。ありがとうございます。時間は何時から、ですね、はい、午後1時から、はい、行います。1時から、はい、はい、そうですね。金額は3000円プラス税です、で何も売れるものがないので、私にはそういったものは一切ないので、はい、安心して遊びに来ていただければと思います。着物は借りれるんですか？あ、はい、もしもお持ちでなければ、あの私の自前なんですけれども、はい、家から持ってきます。はい、でそこから徐々にね、はい、必要なものとか買っていってもらって、着る機会というのを増やしてもらって、してもらえれば十分だと思っているので、そうですね、そうですね、はい、気楽に遊びに来ていただければしっかりと教えますので、はい、そろそろあの終わりの時間が近づいてまいりました。はい、はい、次回第3週第48回ですね、11月の21日の土曜日、夕方の5時から始まります、雪絵の小部屋、雪絵の小部屋です。はい、スタイリストの堤直美様、田口幸恵様、はい、いらして、次回は来週は雪絵の小部屋です。はい、また見てください。はい、それではそろそろ1 10 100 1000 また来週、ありがとうございます。輝く